じゃあこっちも相葉さん。毎日放送分玉井道夫さんの1週目です。はい、では今週のゲストをご紹介いたします。学校法人愛媛学園愛媛コミュニケーションブライダル専門学校教頭でいらっしゃる玉井道夫さんです。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。もう私はいつもお世話になっておりますんで。私も昔からお世話になっておりますありがとうございます、ね、はい、ね、いつもおしゃれですよね。ねえ、ダンディーな、ねえ、それに引き換え、うん、いつも T シャツですよ ね、 ね、はい、すいません、もうすいません。ありがとう。はい、ところで、はい、玉井先生はですね、はい、まあ、あの専門学校の教頭先生と今紹介しました、ね、ちょっと柄じゃないですけどね、なんか教頭先生っていうとね、うん、ごついなんかドラマに出てきそうなね。そうそう、何をやっとるんだ君たちはみたいな、あ、言うて言うんですか。なんかね、いや自分がね踏み外そうなんで言われるばっかりで言われてるなかなかね言えないあの専門学校といっても若い方もいらっしゃればそうでない方もいらっしゃると思うんですが、うん、ほとんどはね二十歳までの若い人で、うん、まあ、あとはやっぱり30代40代、うん、50代の人もちらほら。なるほどね、はい、どういう学生さんにとって玉井先生というのはどういう存在になるんですかね。うん、うん、まあ先にね人生の失敗たくさんした人って感じですかね失敗ありきなんです。意外と距離感はないですよね。そうです ね、 ね、近すぎて危ないかなということもね、周りから見るとあるらしいんですけどね。ど、うん、自分ではそんなに感じてないんですけど、ね、いい距離感、いい感じと思うんですけど、はい、どういうことを例えば教える、まあ、そのもちろん人生の失敗も含めてですけど、うん、やっぱりね専門学校なんで、うん、なんか専門的なことを教えないといけないじゃないですか、はいはいはい、うん、そうすると私お役御免なんですよ。え、だからまあ他の先生たちがいろいろ専門の先生来ていただいてるんで、うんうん、まあ、私はその人たちがまあ働きやすいように環境作り、そうですね、うん、であと専門家がちょっと、教えきれない隙間を私が、うん、はいはいはい、受けたことはないけどユニークだというのはね聞いたことあるんですよ、玉井先生の授業が。玉井先生、あの長くメディアの世界でね、はい、ずっとお仕事されてらっしゃったので非常に多彩ですよ ね、 ね、あのこれが専門っていうのは逆にない。だから多彩じゃなくて浅い、うん、広く浅くそうそう広く浅いでもバンドもしてるんですでしたね。してたしてたしてたよ、汗かいてきたなもうしてたですよ。何を言われるか。ええ、もういろいろね、あの玉手箱みたいに出てくるんですよ。そうですよ、お花の先生でもいらっしゃるんですよ。そうそうそう、あ、それはやってますねえ、はい、総月流師範ということで、はい、何が出、何を教えてるのかわからない謎ですけど、はい、その謎がいいと思いますよ、うんうん、でもまあ、2年間、まあ、大方2年間だと思うんですけども、うん、はい、学生さんたちが社会へ出ていくわけじゃないですか。もう実践、はい、もう即社会へ出ていくわけじゃないですか。送り出す立場としては責任もかなり、うん、そうですね、また景気が悪いでしょう今、うん、だから就職楽ちんとかいう学生がなかなかやっぱりねいないので、うん、まあ、最後までこっちの方がなんか大変ですよね、気が抜けなくて、ヒヤヒヤドキドキ、はいはい、なるほどね、うん、まあ、そういった、はい、たくさんの若い空気の中で過ごすとこのように若々しく、うん、はい、私もね、はい、週一で教えてますから、ね、藤山さんもしょっちゅう来ていただいて、はい、頑張ってますよ。若いエキス吸ってますちゃんと若いでしょ、うん、ね、ラジオじゃちょっと伝わらないですけど。そうですよね、はい、どうすれば伝わるんだろうね。それは皆さん、あのユーストリームを見てくださいでも知らないうちにお互いね老眼になってるとは ね、 なってますよね。老眼話ですからびっくりですよ、ね、ちゃんと目開けて見てくださいね。近藤さんも気をつけて、はい、こんな感じで、はい、はい、OK、じゃあ2部後輩、はい、愛媛学園さんの方ではですね2006年からですね実はカフェを、あ、カフェありますね、営業しているということで非常に珍しい試みだと思うんですが、うんうん、そうですね、もう専門学校としては、まあ、全国でも初めてぐらいじゃないですかね。中四国では多分初めて、なるほど、うん、それは学生さんが運営するんですか。
うん、まあ運営まではまだ行きませんけど、うんうん、やっぱり厨房で料理を作る、うん、でホールでサービスをする、うん、でまあケーキなんかも、まあ、授業で学生が焼いたケーキが出る、うん、まあ、そういった感じのカフェですね、うん、はい、ニコラというね、ですよね、はい、学校の、まあ、1階にあるわけですけれどもね、これはどういう思いで、うん、まあ、もちろん先生がプロデュースして作られたと思うんですけども、どういう意図が、うん、やっぱり我々に先行してね、うん、全国的に有名になった高校生レストランというのがありましたよね。ドラマになったりありましたですよね、はい、うん、やっぱり悔しいですよね、高校生に負けるのは確かにね、単に悔しかった、うん、あ、なるほどやられた、ね、やっぱり専門家を育成する学校が、うん、やっぱりそれを超えるものをやっぱりやりたいなと、うんうん、なるほどね、いうところですね。でも学校が運営するから、うん、普通のカフェとはやっぱり違うじゃないですか、はい、学校がやってるからできることっていうのあると思うんですけども、はい、あ、そうですね、まあ、話し始め私も失敗失敗って言いましたけど、うん、やっぱ学校だから失敗できることがやっぱりあるんですよ、うん、いい意味での失敗をね、はい、うん、なんか失敗なくして実際の経営にこう入っていくと、うん、